おはようございます。ティラと申します。トルコ国家様様のビクトリー鬼子の最強伝説でやっていきたいと思います。なんで笑ってんの？開幕からなぜ笑っていいのか、お伝えします。録画ボタン押してませんでしたね。久しぶりにやったな、このポン。録画ボタン押してねえじゃねえかよ。久しぶりにやったわ、このポン。何を話してたかっていうと、この前赤目四郎と赤目相馬よういけたよな。実質 SP なしで。あれもう一回やってって言ってできる気がせえへんのよ。で、同じことを僕、まあ、ただし、今同じことをさっき言ったんですよ、挨拶の時とね。最近ね、もう一つね、ちょっと、スイッチのジョイコンを買いたくなったんですよね。僕、スイッチのジョイコンを買ってもう早々に、まあ、スティックはお亡くなりになられたんですよ。はい。で、まあ、しばらくね、ジョイコンなしでやってたんですけど、ジョイコン買いたいなーって、やっぱり。で、ジョイコンもし買ったらやりたいことっていうね、一つあるんですよ。うちのビップのスマブラの友人、スマブラがね、うまいビップの友人がいるんですけど、あいつと、僕で、片方ずつジョイコンを持って、スマブラやりて、で、カズヤに挑むから。うわぁ、もう、カズヤ。Let's talk a b r のボンダッドバットプレイ、よいや今回挑戦するのは、ピキピキな戦い方でおなじみ、テラ選手、ユーサの構成、レッツゴー、うん、疲れる10日ぶりなんだよ。もうバテやんのが。ちょっともう、10日ぶりにやることじゃない気がしてきたな。もっと気楽なチェンジにしたい。おもそも10日ぶりのモンバトプレイが、また実質 SP なしのね、この大魔王討伐に返り咲いてしまいました。まあ、鬼コンボの SP だけ使いますね。はい。もう今までね、一回だけ縛り破りましたよね。まあ、ここに来るまで一回だけ縛りを破りましたが、まあ基本的にはね、もう他はもうそんなことは、ほとんどありえないと思います。さあ、とりあえずスーパーノヴァが大打点取れるはずですよ。はーい。OK! 500程度出んだね。OK、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 OK。爆発弱点なんで、そこは取って、うわっ鬼コンボが確か1016ぐらい食らってたんじゃなかったかな。まあ、忍びの、あーどうだろう。ちょっと待って、これのダメージ大丈夫？うおぉ鬼コンボと、まあ、まあ、なんか必然みたいなダメージ食らったな。打点はやっぱ取ってくれるね。いくぜ！はい！まあまあ、しゃあない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 。お前は会心を期待するわ。で、アクテン君！いくぜー！イオラズ爆裂！さあ、デスペシャルで大打点を取れる。こいつが活躍してくれる。オッケーオッケーオッケー。打点はいいね。で、仕掛けるのはここです。アクデン君がこのターンに大打点取られる可能性が高いんで、まあ、かけない理由がない。さあ、黄色です。まあ、10日ぶりとしてはいい秒針になりそうだね。マックスになりますね。オッケー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 。さすがにね、黄色のマックスぐらい取れなきゃね、モンバト3年やってきてませんよね。よし !OK! OK! 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 いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いい緊張感、いい緊張感だ。ちょっといい緊張感きたな。さあ、ここからは、まあ、鬼コンボの時に言ったと思うんですけど、こいつ5ターン目確定防御できます。風のマントで。もちろんそんなものはこの縛りに存在してはいけないので、気合で5ターン目まで耐えることになるんですけど、やっぱり気合か。まあ、気合でね、5ターン目まで耐えていただこうと思うんですけど、3、4ターン目に凍てつく波動をする可能性あるんで、どっちかの凍てつく波動を引きたいですね。ちょっと一旦ちょっと遊んでくれた方がいい。そうしてちょっときつい。せーの！あげーよー！ここ恐怖の爪来たら、主人公に行ってくれる気がするんだけどね。これ主人公に行ってくれないかな？多分基本的には。オッケーオッケーオッケー！さあ、これガードとか受けるとかあっても！オッケー！オッケー！これがね、やっぱおしゃれ着の力いいね。おしゃれ着の力だな、これ。マジでおしゃれ着がいいね。考えただけあるわ、ちゃんと。アクデンやコングヘッドより、打撃耐性下げた甲斐があるってもんですよ、そりゃ。うん、このし、ね、バリーにおいて、おしゃれ着は OK だからね。おしゃれ着は OK だから、全然。これはもう勝った、勝った、勝った。これはもう仕留めたべ。これは仕留めたべ。おしゃれ着をね、やっぱいじれるのはまあでかいですよ。それでも、僕、最終奥義だけはつけてないよ。僕ね、未だに封印しているものがあって、最終奥義と、雨かける竜の剣技は封印してます。あ、勝った勝った勝った、大丈夫大丈夫、もう勝った勝った。勝ちました、2体います。
で、あと大会モードの場合はですね、多分実証可能ですね。じゃあ、アクデン君がイオロス打ってくれるので、大会モードの場合、こっちの雪は溜まりやすいんで、これ4玉出して回収すると溜まるんですね。はい。大会モードだったら、凍てつく波動主人公入りだったら大丈夫です。アーケードモードだと、こうはならないんですよね。アーケン気持ちよかったな。所詮、デスペサロ弱いな、君は。フォーと呼ばれたら、この方が、まあ、来るでしょう。僕を強くした本人です。僕を精神面、モンバトの精神面では強くしてくれました。はい。このモンバトというゲームでは強くしてくれたのが、このライアンですね。いけないやん。まあ、さすがに SP をね、SP なしでもこれはいけるよ。まあ、主人公にね、やっぱね、攻撃を活かせることがいかに重要かがわかるな、これ。はてさて。まあ、今回はどっちかというと楽な戦い、なんか敵からすると楽な戦い、なんかこっちからすると楽な戦い多いですね。まあ、2体目、今日本日2体目のシーンといえば、そう、Your Story で設けられなかった諜報に、ついにね、もう寝ずに考えて収益を生み出す方法を発見したらしいです。この僕を倒すこと？あー、こいつかー。赤いデブ登場。ちょっと待て。ちょっと先読めるんだよ。ミルドナースのその性質的に、これ合体モンスターめっちゃ厳しいんじゃねえかな。うん。モンマスでもしょ、どっちかっていうと合体モンスター殺しのとこあるんだよな。逆を返せばあいつ合体モンスターしか殺せねえんだよな。お、エグゾーニコンボ。今日10日ぶり見たお前、ちょっとなんか、俺目がキリッてしてる気がすんな。ちょっとアップにしとくね。Your Story で儲けられなくて寝ずに考えた、収益を稼ぐ方法。YouTuber になることだ。はて。このミルドナースは、1P プレイの場合でも、ま、とにかく、凍てつく波動打ちますね。もう最大3回打ちます。5ターンのうちさ、まあ、正確には6ターンだけど、5ターンのうち3回打つ、ね、凍てつく波動打つってどないことなってんのこの。ただ、これ、その性質ってすごくめんどくさくて、最悪のパターンを考えると、おー、ナイス、それは素晴らしい。最悪のパターンがあるのよ。あー、もう早速始まった。これで、やばいで。5ターン目までに勇気を貯めないといけないんですよ。ただ、凍てつく波動を3回されたら光の玉使ってもたまんねえかもしんねえ。合体モンスターだしね。合体モンスターってそういうの弱いからな。あ、これ大事だよ。マガナセで、普通の打撃だから。ちょっと、まあ、暗黒耐性はあるから大丈夫でしょ。うおーいもうね、暗黒耐性とかお前信じられない。本当に暗黒耐性あんのお前。暗黒耐性本当にあんのか教えてくれお前。おら頑張れ普通の打撃ないけどな、魔界の洗礼ってな。ナイスおっとこれはいけるかも。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じだよ。この回心率はあるよ。ちょっと回心率今のね、いい感じに出てる。いい、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 いい。で、このターンね、ちょっとこのターン不安なんだよね。震えた。うえ、おやばいな。え、やばくないか。どんぐらい行くんだっけ。いや、さす、所詮ミルドナースよ。先生、これはちょっと待て。ミルドナースの素早さは42です。オリコンボの素早さも20ぐらいかな。うん。で、先手イテハをされるとチャンスがありますね。あ、勇気をたまんねえわ。おい、いやダメだって、やばいって。いてはが、いや、まだです。まだありますよ。このターン、ミルドラスが先制して、凍てつく波動を打つ可能性もあります。そうすれば、ウートラスさん、ポンポンポンですよ。え？あれ？オニコン！試されてるわ、今、お前。オニコンボ。いけるか。試されたぞ、お前、今。いけ！連続！
ウルトラスタンプ1回目ほらよし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 あ、たまんのこれ連続ウルトラスタンプ頑張れ頑張れいけるかいける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 すげーおたぶんお前会心出さなかったら溜まってなかったねすげーすげー初めてじゃん鬼コラボ初めてじゃん初めてですよ今まで赤目大魔王でね何一つ誰一つに勝てなかったね鬼コンボついに成し遂げたなお前いやよく会心3回出したで多分会心3回も出さなかったら絶対溜まってないねやったぞお前開花した甲斐があったってもんだななぜだ魔界の王我は魔界の王負けることなどあってはならぬましてやこんな赤いデブにイワストーリー2で待っとるわいや鬼コンボでスパッと赤目を一発で突破してくれるとね僕としても負担が軽くていいっすよね素焦り合いしなくていいし、うん、変な思考回数稼げなくていいからねいや見せてくれましたねそしてやってまいりましたなぜかこっちの携帯で赤目になります最終形態は出せなかったのかと、まあ、別形態では出てたんですけどね最終形態影薄いけど歩みを止めないおーなんだこのコケ歩みを止めないもうたくましいあれ鬼コンボの背中ちょっと今日たくましく見えるんですよほら赤いデブ対決すげえなーまあ赤いデブまずこの前のサムネもそうじゃねえかよさあデスタムはまあさすがにさっきのミルなんとかよりはイテツカードしませんまあ問題は一旦目に必ず行動不能こうやって打ってくることですよねまあ、さすがに合体モンスター。今日のニコはね、自覚があるんで大丈夫だと思うんですよ。オーケー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 、いいね。しかも、オーケーオーケーいいよ。さあ、今日は持ってるよ。ちょっと、エルギオスも倒したからね、白目で言ったら。その他に倒してるから。ワンチャンだよね、君。重いのかね頑張れよっで、ここは任せなさい。ここはね、ちょっと使っておきましょう。ここは使うが丸い。さすがに、このターンのダブルテイルを食らうわけにはいかないでしょ。うん。または、1ターン目に、風マンとかを使いますね。確定防御の択が2つあるんで。どうだったかななんかこいつね、初見プレイの時にさ、割と苦戦してたんじゃなかったほら、始まったに見に来い。はい怖い怖い。こんなん食らった時にはもう鬼コース飛んでるだろ。で、2回行動ですからね。デスピサのビルドアースになかったら2回行動ちゃんとこいつ持ってます。ちょっとね、ここから強さがどんどん階段状に上がっていく感じですね。うん、本当に。ちゃ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 もう。まあね、これはね、ちょっとね、ため息みたいな感じやろ。あれやろ、呼吸やな。猛毒の霧をスペシャルカードの時に選んでしまうのは多分呼吸的なね。会心の呼吸、1の方いけ会心の呼吸、1の方いけー！おい！えぇ！うっ！すげえ！いけるぞ！いけるぞ！今日あるかも。今日あるかもしれんな。あー、ここでちょっとフリーゾーン引くの嫌だね。凍てつかと引きたかった。うおー！頑張れ！あ、あ、確かこのターン、あれ？あれこのターンってさ、僕今何か察したんですよ。いや、まだだな。まだだな。うん。諦めちゃいかん。そうだよ。諦めちゃいかんよ。まだだ。諦めちゃいかん。いけるいけるいける。信じてるよ。鬼コンボには 2% の回避率というものございます。あ、頑張れ！避けるんだ！耐えるんだ！頑張れ！うわぁ！避けろ！回避の方。位置の方回避の方、1の方って言ったよね。回避の呼吸ね。回避の呼吸ね。型じゃないからね。